今日のコメント、はるかっぷさん考察当たりすぎ。苦労して考察してるんだろうな。全然大穴考察だったり外してるのもありますけど、毎日台本2本は書いてるんで一日中考えてありますね。今日ははるかっぷです。皆さんアニポケは見ていますか？今後どうなるかわからないのでワクワクしますよね。そこで今回はフリードのピカチュウとサトシのピカチュウは同個体である可能性はあるのかについて話していこうと思います。って関係ないけど、10万人行ったのに銀の盾の新生ホームが出ません。ちょっと叩かないと出ないらしいよ。そうなんだ、早く飾りたい。というわけでよかったら最後まで聞いててください。ついにはるかっぷ初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ使ってみてね。フリードのピカチュウとサトシのピカチュウは同個体である可能性があるのかについて、次のシリーズのアニポケで登場する重要人物であるフリードというキャラにはパートナーポケモンが存在するんですが、それがキャプテンピカチュウです。フリードの飛行船には他に4人の仲間がおり、この飛行船で5人で各地を旅してるって感じだと思うんですが、今回はこちらのフリードのポケモンキャプテンピカチュウに注目し、ネットでささやかれている疑惑について考察していこうと思います。まずネットでささやかれている疑惑とは、キャプテンピカチュウはサトシのピカチュウと同個体ではないかというもの。まあ普通に考えるとそれはないとなると思うんですが、この疑惑が生まれた原因としては、なんといっても声優さんがサトシのピカチュウと同じ大谷育英さんであるということ。結論を言うと、僕は一応同個体の可能性はあるかもしれないと思っています。まあこれは前々から話している世界線という概念があるらなというお話です。サトシという存在はゲームの世界線だとレッドである。初代ライバルのシゲルはゲームの世界線ではグリーンである。さらにアニポケとゲームに登場する人物も厳密に言うと同じ姿であっても別世界の同一人物と言われています。その根拠にゲームの世界線と同じキャラと思われるキャラが YouTube オリジナルのアニメとしてゲームの宣伝も含めて登場したりしますが、はるからの声優が違ったりします。さらに公式から映画の君に決めたやここで登場するサトシはアニメのサトシとは別世界線のサトシという風に公言されています。そう、世界線違いというのはポケモンの世界において割と当たり前にあるんです。話は戻りますが、僕は前々から新シリーズは今までのアニポケとは世界線が違う可能性があるというような話はしてきていると思いますが、そうであるならあのキャプテンピカチュウは世界線違いのサトシのピカチュウである可能性はゼロではないですよね。見たところバトルも得意そうなピカチュウですしね。しかしそうなる場合、現在のファンが期待している新シリーズにサトシが登場するというのは時空がねじ曲がんない限り絶望的になりますよね。それは僕も嫌なので、あのキャプテンピカチュウは別個体でリコもサトシに憧れているだけで、世界線違いというのは避けてほしいところです。皆さんはこの考察どう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでフリードのピカチュウとサトシのピカチュウは同個体である可能性があるのかについてでした。ちょっとでもフォローしたらチャンネル登録、そして高評価さんよろしくお願いします。では次回でね、せーの、グッディー。